はい、皆さんこんにちは。動きのコツ研究所の西野です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、今から、約1時間ぐらい、今日もライブをやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。あ、早速コーラさんですね、よろしくお願いしますと。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、まあいつものことながら、このライブの説明をしていこうと思うんですけども、このライブは皆様のお悩みを解決していくためのライブになっています。今日のテーマとしては、この、歩くと、麻痺側ではなくて、いい方の足の痛みが出てしまうというお悩みに対して、今日はお話ししていこうと思いますし、できれば、良い方の足、まあ、痛みは出る、痛みまでは出ないけども、やっぱり歩いてると、どんどん良い方側が疲れてくるとか、良い方の足がパンパンになってしまうとか、まあ、そういったお悩みも、受け付けますので、ぜひ何かこう、麻痺側の足もそうなんですけども、いい方の足も何かこう、ちょっと調子が悪いなという方は、ぜひコメントいただければと思います。あ、小池さん、よろしくお願いしますと。柴田さんもよろしくお願いします。はい。あとですね、まあ、このライブはまあ皆さんのコメントに合わせて進めていくことにしておりますので、もし初めて見ていただいている方もぜひ、チャットでコメントいただければと思いますし、まあ、チャットが難しいっていう方は後からですね、コメント欄に、コメントいただければですね、それに合わせた動画を作ったりとかライブを行ったりしていこうと思っておりますので、ぜひ、コメント、チャットどちらでもいいので、初めての方もいただければと思います。はい。でですね、今後の予定をまたお伝えしておきます。今日は水曜日で、この午前中は良い方の膝が痛むですね。歩いたら膝が痛むとか、まあ、疲れるとかといった内容でやります。で、今日の夕方もう一回ですね、5時半からは、まあ、腰がグラグラして頼りないと。いうところをテーマに夕方は話していこうと思います。で、今週の予定が一応このようになってます。ちょっと金曜日だけが、ちょっとリハビリの予約が入ってたりとか、空いてるスタッフがちょっといてなかったので、金曜日がちょっとライブができないんですけども、ぜひ、他の曜日は見ていただければと思います。まあ、興味のある内容があれば、その時間ね、ちょっと開けていただければと思います。あとですね、来週の予定も出してます。わかる範囲でもう入れてるんですけども、まだテーマが実は決まってません。テーマが決まってなくてですね、空いてます。やるスタッフと時間は決まってるので、この時間こんなことをやってほしいという、リクエストがありましたら、コメント、欄に書いていただくか、もしくは、まあ、LINE とかでご連絡いただいたら、この曜日の何時はこのライブしてほしいと、いうね、リクエストいただけたら、まだ予定決まってませんので、皆様の、お悩みに合わせたライブをしていきますので、ぜひ、うまく都合が合えばですね、まあ、合わせていただいてもいいですけど、はい、よろしくお願いします。はい。ではですね、コーラさん、ヤスマさん。はい。お手洗いで立ち上がった後、ズボンを上げるときに、非麻痺側の膝が痛くなります。ほうほうほう、なるほど。では、ヤスマさんのお悩みから行きましょう。はい。これは毎回ですかね？毎回こうなってしまいますか？ちょっとこう、今日ね、
朝が早いので、見ていただいている方も今少ないので、個別にちょっといろいろやっていきましょう。安間様は、お手洗いで立ち上がった後、麻痺側の膝が痛くなるというのは、これは毎回痛くなるんですかね。どうでしょうか。お返事を、ゆっくり行きましょう。ゆっくり。江戸っ子トミーさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。柴田さんも良い方の足疲れますね。うんうん。良い方の足に頼り切って、頼り切ってるんですね。なるほど。痛みはまだ出てないということですね。そうですね。今ご質問いただいているのが、安間様と柴田様なんですけども、安間様に関しては、おトイレの時にズボンを上げようと思うと、いい方側の膝が痛くなるということと、柴田様は頼り切っているので、いい方の足が疲れますね、ということなんですけども、お二人ともですね、この、いい方側が疲れたりとか痛みが出たりあるわけですけども、それが、ちょっとずつ良くなっているのか、それとも、あまり変わってないのか、そのあたりもちょっとね、お伺いできればと思います。あ、江戸っ子トミーさん、立ち座りの、座るときに膝が痛くなってしまう。なるほど。柴田さん、トイレで便座に座るときに痛みを感じることがあります。あ、あれですね。同じような、江戸っ子トミーさんと柴田様、同じような感じですね。非麻痺側のに棒がついてます。ほぼ毎回。なるほど。ほぼ毎回。この、皆さん、その、江戸っ子トミーさんも、柴田さんも、安間様も、これは毎回痛みを感じるっていうことですね。おそらく。毎回ではないかな。柴田様に関しては痛みを感じることがあります。江戸っ子トミーさんも座るときに、痛くなってしまいます。で、この痛みに関して、どうですかね？ここ最近、どうでしょう？そのあたりが、ちょっとずつ良くなってるのか、それとも、あんまり変わってないのか、それとも、ちょっとずつ痛みが強くなってるのか、どうでしょうか？この三択ですよね。良くなってきている。あんまりずっと変わってない。徐々にちょっと痛みが強くなってきている。この三つですね。この三つの中では、どうでしょう。あ、江戸っ子トミーさん、痛みを感じることが多い。なるほど。ということは、もしかしたら昔に比べると痛みを感じることが多くなってきている。っていうことですかね。ああ、江戸っ子トミーさん、これはちょっと、痛みが出るときが多いです。あまり変化はない。ああ、柴田様もあまり変化はない。安間様も変わってない。なるほど。ということは、これ変わらないことが、今ちょっと、3名とも変わってないということなので、やっぱり変わらないことがちょっとどうしても続いてしまうと、想像したくはないと思うんですけども、この、いい方側がずっと痛かったりとか、ずっと痛みがあったりとかですね、あんまり変わってないということが、この先も、例えば、ね、何年も何年も続いてしまった時には、膝がどうなるかっていうことを考えると、ちょっとゾッとしますよね。痛みがなかなか取れなくて、ずっと痛みが続いてしまう。で、それを毎回毎回繰り返してしまうと、どうなるかっていうのは、想像したくはないと思うんですけども、これ大事なことなんですよね。痛いけども、今は我慢できるからいい、や、で、進まない方がいいと思います。まだこの先何年も何十年も生活が待ってるので、この痛いのをずっと続けていくと、どうなるかというと、
まあ、E 法側が使えなくなってしまったら、麻痺側ももちろん使いにくさがあるわけですから、立ったり歩いたりするのが非常に難しくなってしまうと思うんですね。これはあまり想像したくはない部分ではあると思うんですけども、なので、今のうちに少しでも痛みが出ないようにしていくことが大事です。例えばリハビリをやったとき、マッサージとかストレッチをしたときは多分痛みちょっと取れると思うんですけども、生活に戻ったときにまた痛みが出てしまうと、それはなかなかこうね、いい方向には進んでいきにくいですね。やったときだけ良くて、後で生活したら痛いんだったら、そのやってるリハビリがあまりね、生活に生きてこないですからね。ああ、一回休憩すると楽になってきました。なるほど。そうですね。休憩すると良くなるんですけども、じゃあ、毎回休憩を挟まないといけなくなるので、できたらやっぱり休憩しなくても痛みがないとか疲れない歩き方とか立ち方、座り方がやっぱり大事になってくると思います。で、ここで、今、柴田様と江戸琴美さん、痛みを感じることが多くて、毎回変わらずに痛みが出ると。どういう時に痛みが出るかというと、便座に座る時。江戸琴美さんも立ち座りで座る時に痛みが出てきてる。多分ね、共通している問題点があると思います。安間様に関してはちょっとまた問題点がちょっと違う可能性はあるんですけども、まずは江戸琴美さんと、柴田さんの、その、ちょっと共通してる部分があるので、お話ししていこうと思います。で、立ち上がりはいいんですかね？お二人とも。立つときは。江戸琴美さんも柴田さんも立つときは OK ですか？立つときは大丈夫ですか？安間様もそうですね。安間様も立った時は大丈夫ですかね。立った時。多分ズボンを上げる時に痛みがあるんですけども、立ち上がった時は大丈夫ですか。ちょっとこの辺ね、評価をしてからじゃないと、あ、江戸琴美さんグッドボタンということは、立ち上がりは OK ってことですね。OK です。ありがとうございます。柴田さんはどうでしょう。柴田さんは立つ時に膝が痛いとか、なんか違和感あるとか、どうでしょうか。あと、コーラさんですね。安間様も立ち上がるだけ、ズボンを上げずに立つだけですね。立つだけの時は大丈夫かどうか。そこがちょっとね、確認取れてからどうしていこうっていうお話をしていきます。はい。ですので、柴田さんと安間さん見てたらお返事ください。お返事待ちにしましょう。その間に、ちょっと見ていただいている方が増えてきたので、今日のライブのテーマですね。もう一度。歩くといい方の膝が痛くなるというテーマですね。まあ、痛くなるほどではないけども、いい方の足がすごく疲れてしまうとか、まあ、そういう方もぜひコメントをください。で、初めての方もですね、ぜひ、悩みを入れるのは難しく、買っても見てますよとか、ね、入れていただくと、見ていただいて、新しい方も見ていただいてて嬉しいなと思いますので、ぜひコメントをください。あとですね、初めて今見ている方も、今日、今週の予定ですね、今日は膝と、夕方は腰についてやります。明日は指ですね。指がこわばるっていうのと、立った時につま先が外に向いちゃう。で、土曜日は足の指が曲がるっていうのと、内反する。で、日曜日は麻痺側の手で髪を押さえると。まあ、そのあたりの内容をします。来週もある程度もう予定が決まってまして、ただ予定だけ決まってて内容は決まってません。で、もし皆さんこれ見ていただいてて、こんなライブしてほしいっていうご希望があって、この時間のこの曜日のライブはこのテーマでっていうことを
おっしゃっていただければ、そのライブします。後でコメント欄とかに入れといていただければ、ライブしますので、よろしくお願いします。ああ、ちょっと用事ができる。ちなみに立ち上がりは痛くない。ありがとうございます。家の裏の階段で調子が良さそうな日は、真東の左足から上がる練習をするようにし、良い方への負担も減ってきたような気がします。立ち上がりの方が違和感は少なかったですが、さらに楽になってました。OK です。じゃあですね、今までのちょっとお話をすると、歩くときはそこまで痛くないけども、今のお話だとですね、立ち上がったときはいいんですけども、ちょっと、立ち上がったときは膝、いい方の、まあいい方、右としていきますね。立ったときはいい方の膝は痛くないんだけども、座るときに膝が痛んでしまうとか、ちょっと痛みが出てしまうという、江戸子トミーさんとかですね、柴田さんとか、まず、このお二人がそういうお悩みがあるので、そのあたりについて今から説明していきます。で、立つときっていうのは、まあ痛くないということなんですけども、じゃあ座るとき痛みが出る。じゃあ江戸子トミーさん、と柴田さんどうですかね。座るときって何かこう気をつけながら座ってることとかありますか。椅子に座るときに何かこう気をつけて座っている、こういうところを意識してるよとか、そういうことがあれば教えてください。もし別にそんなに気にしてないよということであれば、特に気にせず座ってますというふうにコメントいただければと思います。どうでしょう。まさこさん、私も痛くなります。仕事をしているとだんだん非麻痺側に頼ってくるのか腰も痛くなります。先日画像を送った時に立ち上がりで喘息に少し傾いていると指摘されましたと、うん、これどうですかね。まさこさん、うちに動画を送っていただいて、喘息に傾いてるよって言われてから非麻痺側、喘息の方の負担って変わってるんですか。またその辺も教えていただければと思います。どうでしょう、江戸子トミーさんと柴田さん、座るときは何か気をつけていることとかございますか。さあ座るときですね。多分皆さん立つときは結構ね気をつけてると思うんですね。立つときはよし立つぞと思って気をつけて立っていると思います。あ、気にせず座っていましたが、昨日の相談会で腰を折る、折り目を意識するようにしようと思います。なるほど、ありがとうございます。なので江戸子トミーさん、座るときあんまり気にしてなかったんですね、今まで。で、昨日の相談会でこう腰を折りましょう、座るときに、他の方もいらっしゃるかもしれませんけども、こう、立つときはゆっくりこう、立つんですけども、座るときに、ドーンとこう、なってしまう。もし座るときに痛みが出る方、ドーンと座っている方っていうのは、重心が真下に落ちてくるので、かなり太ももとか膝あたりで、踏ん張りながら座らないといけないんですね。で、踏ん張りながら座るとやはり膝にかかる負担というのが大きくなります。そうすると立ち座り、まあ、立つときはいいけども座るときにピッと痛みが出たりとかしてしまうことがあるというのが一つですね。昨日のライブでこの腰を折りましょうというお話があったと思いますけども、もしかしたら僕はもう一つ気になるポイントがあるんですね。気になるポイント。どこかというと、座るときに、いい方側にちょっとこう、体重が乗りながら座ってないでしょうか。どうでしょう。今見ていただいている方とかも、立ち上がりのときはですね、麻痺側を左としましょうか。麻痺側に、しっかり足の裏ついてゆっくり立つっていうのは意識してやっておられる
ですけども、例えば、こう、歩いてきてですね、もうゴールが見えたと。この椅子に座ろうと思ったときに、もう E 方側でこう、E 方側に体重が乗ってボーンと座ったりしてないでしょうか。どうでしょう。皆さんこれ見ていただいている方の中で思い当たる方多いんじゃないかなとは思うんですよね。立つときは皆さん結構意識されてるんですよ。今から行くぞと、立つぞと、歩くぞという意識がありますから、しっかり麻痺側にも体重乗せながら、しっかりさせて立つ。しっかりしたなというのをチェックしてから歩き出す。っていうのは、できている方が多いのかなと思うんですね。まあ、江戸ことみさんとか、多分安妻様とかも、そのあたりはね、立つときは気にしてると思うんです。立つとき。座るときっていうのは、こうもう歩いてきて、ゴールが見えて、あ、やっと椅子来たわと思って、そのままスーッと座ってる。例えばおトイレとかでも座るときに、おトイレにわーっと来て、あ、便座が来たなと思って、このままスッと座ったりしてないでしょうか。ここが、立つときに痛みがなくて、座るときに痛みが出る一つのポイントかなと思います。ですので、座る前にも一回チェックした方がいいです。江戸ことみさんとか柴田さんは、座るときにも、麻痺側の足にも体重がしっかり乗ってるかなと、確認いただいて、そこから昨日の江戸ことみさん、腰を折るんですね。麻痺側の足にも体重が乗っているのを確認しながら折っていくと、おそらくさらに腱側にかかる、E 方側にかかる負担が減らせるという可能性があります。あ、江戸ことみさん。座るときに中腰が怖くて、無意識に腱側に偏っていると思います。なるほど。そう、ここが大事なポイントなんですね。こうやってね、僕たちがこう、説明すると、あ、そういえば、そうかも、というところに気づけるんですね。多分何気なくやってるとですね、気づかないまま、スーッと流れてる可能性があります。雅子さんは、健足に立っている、傾いて立っていると気がついていなかったので、麻痺側にしっかり荷重するようにしているけれども、仕事をしているときは麻痺側の足の裏、を気にするぐらいだと。なるほど。そうなんです。立ち上がりの時にはできるけど、そうなんですよ。立ち上がりの時はできるんですよね。立ち上がりの時は皆さんね、ゆっくり意識しながらやられるので、できるんです。ただ、座る時大体皆さんね、気が抜けてることが多い。もう座ろうと思ったらパーッとなって、腱側に傾いてしまうと、実は、千葉さんね、コメントいただいて、上り階段と下り階段の関係みたいですね。そうですね。実はこの下り階段と同じでですね、立つときっていうのは、体重を乗せてぐっとこう、まあ、踏ん張るんですよね。で、力も入れやすかったりとか、意識しやすいんですけども、座るときっていうのは、難しいんですけど、まあ、筋肉が勝手にやってくれてるんですけども、まあ、踏ん張りながら座っていくんですよね。わかりますか？支えながら緩めていくっていう、結構難しい動きになってます。その分、立つ時よりも、しっかり、麻痺側のことを気をつけておかないと、この、体重乗せながら緩めるっていうのが難しいんですよね。だから、緩めるってなった時に、右、E 方側に乗せて緩めちゃう。そうすると E 方側にはすごい負担がかかってきてしまって座るたんびに痛みが出る。それを繰り返してるとどうなるかというと、無意識のうちに腱側寄りにだんだんなってきます。腱側寄りに。座るときに腱側寄りだったら座った後もおそらく腱側寄りの座り方になってます。だから気づかずにこのまま座ってたらですね、今度立つときも腱側寄りになります。
減速寄りだったらこのまま歩いたら減速寄りのまま歩いてしまうという形で、いい方がね、どん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 負担がかかってきてしまいますよね。はい。江戸コトミーさんは中腰の時に怖くてってあるんですけども、多分ですね、立ち上がりの時に怖さがないんだったら、多分座る時も、多分、ね、ゆっくりやっていただければですね、怖さ減らせる可能性はあります。なぜかというと、この立つ時と座る時は、まあほぼ同じ動きなわけですね。まあ、同じところを通過する、この瞬間、立ったこの瞬間と、こっからこの瞬間っていうのは、まあ、同じ瞬間が出てくるわけです。もし座るときに恐怖心があるんだったら、まずは手すりとかを持ってですね、しっかり体重が乗れてるかなっていうのをチェックしていただいてから、ゆっくり座ると負担も減らせるというところですね。はい。どうですか？ここまで大丈夫ですか？何かここまででご質問とかないでしょうか？もし初めて見ていただいている方、なんかよくわからないなということがあれば、チャットに書き込んでいただければと思います。うん。どうでしょうか？大丈夫ですか？ねえ、腱側の膝が痛いとか違和感がある状態を長く続けてると、やっぱり腱側に負担がかかりすぎてしまって、まあ、今後やっぱり痛みが出たりとか、うん、してしまうと、いい方側は痛いし、麻痺側は頼りないしってなったらもう、歩くのがめちゃくちゃ難しくなってきてしまうので、本当になんかいい方すごい違和感あるなとかちょっと痛み出てるなっていう方は早めの対応ですね。早めの対応なんですけども、痛いから例えば接骨院に行ったりとか、マッサージしたりとか、揉んだりして、多分ねその時はね痛み緩むと思うんですよ。痛み緩むと思うんですけども、結局また歩いたら痛みが出てしまうとか立ち座りしたら痛みが出てしまうっていう方は。肩はですよ。肩は、やっぱり立ち方とか歩き方を根本的に変えていかないと、もう堂々巡りがいつまでも続いてしまうので、そうなってしまうと、こう、リハビリからの卒業っていうのも難しくなってきますから。あ、江戸琴美さん、手すりに捕まって一回、まあ一回やってみてください。手すりを持ちながらですけども、これに、手すりに頼るんではなくて、これはもう、お守り代わりです。お守り代わりぐらい。で、ちゃんと足に体重が乗ってるか、麻痺側にちゃんと乗ってるかと、昨日やった腰の折れ目っていうのを意識する。この二つを気にして、ゆっくりやった時に、腱側にかかる負担が変わってるかどうかのチェックをしてください。しっかり捕まってるから大丈夫だと、話した時に、またできなくなるので、これは手すりは お守りぐらいです。やるべきことは、今日私がお伝えした、座る前に麻痺側の足にも体重がかかってるか、足の裏がちゃんとついてるかのチェック。プラス、昨日やった腰を、腰の折れ目ですね。この折れ目からお辞儀して座っていくの、この二つを実行したときに、いい方側にかかる負担が減っていたら大成功です。うまくできてます。はい。で、こうやって、まあ僕たち、こうやってお伝えしてますけども、まあ僕たちはまあ揉んだりとか、ストレッチしたり筋トレしたりは、まあ基本的にはやらない。まあ基本的にはでも、まあ、やらないんですけども、やらない状態で帰れるっていうことは、やっぱ生活の中でうまく使えてくるので、やった時だけいいんじゃなくて、
やっぱりご自身がこういうところを気をつけてやったら体が変われる、ちょっとでも痛みが減らせる、楽にできるっていうところをリハビリとしてやっていくことが僕は大事だと思ってます。コウジさん、私の場合座るたんびに麻痺側の硬い三頭筋が痛むのですか。ああ、なるほど。なるほど。あ、頑張ろうさん。今日もお願いします。歩行練習しているたまに痛くなるときが上がります。下りが特にです。なるほど。ちょっと待ってくださいね。芝さん、痛みや恐怖を避けるで無意識に腱索に傾く。そうなんで、無意識に傾いてしまうんです。悪気はないんです、皆さんね。ちょっと意識するだけで、実は麻痺が使える方もいらっしゃるんですよね。ただ、もうなんとなく、なんとなく腱索が安定してるんで、ついつい知らない間に腱索に傾いてる。けど気をつけてあげたら使えたりとか支えれたりとかできるんですけども、そのあたりがちょっとうまくこう意識できてないと、ついつい腱索腱索っていう形で傾いてしまいますね。ドスンと座らないようにゆっくりやっているつもりなのですが、はあはあ、なるほど。もしかしたらこうゆっくりゆっくりやりすぎてどんどん腱索に乗ってるかもしれないですね。ゆっくりやろうとしすぎてしまって、ゆっくりゆっくりと思ってる間にかなり力が入ってるかもしれないですね、太ももとかに。ゆっくりなんですけども、力は足にはそんなにいらないですね。足の裏に乗ってればいいので、昨日お伝えしたお尻引いたらですね、勝手に膝も曲がってお尻も下がってくるので、そうしていただくと多分ね、ゆっくりゆっくり勝手になると思います。はい、大丈夫ですか。どうでしょう、歩くと足が痛くなるね。頑張るおじさんも時々痛くなるということですね。時々特に下りがっていうことなんですけども、さっきも似たようなお話をしたんですけども、階段の下りとか、坂道の下りですね。下りの方が足にかかる負担が大きいんですよね。負荷が大きくなるんです。だから下りになると麻痺側がちょっと使いにくくなってしまって、腱索寄りになってしまってることが考えられます。だから下りの時に特に痛みが出やすいんです。けど下りの時に特に痛みが出るっていうことは、特にっていう書き方をされてるっていうことは、多分平地歩行だったりとか上り坂の時も麻痺側にうまく体重が乗せれてなくて減速で頑張ってる可能性はありますよね。で、下りで練習するよりも頑張るおじさんの場合は、まずは平地でもうちょっとこう詳しく細かいところまで練習された方がいいです。雅子さんは一度座って立ち上がりから仕事を始めたらいいんでしょう。もし立った状態で調子が悪いとかがあるんだったら、一回座ってリセットした方がいいですね。立ったまま挽回できないんだったら、一回座ってから挽回した方がいいです。はい。立っていけるんなら立ってやった方がいいですけどね。立ったまま麻痺側に体重乗せて調子を整えれるんであれば立ったまま。それでも難しかったら一回座れるんであれば座った方がいいです。おそらく座り方から崩れてる可能性があります。あ、高橋さん。今から膝の違和感でデイのセラピストさんに見てもらいました。座る直前に右に流れを指摘されました。あ、ということは、まあ、高橋さん確か左側が麻痺側ですよね。うん。ということは、やはり座るときについつい腱索側に寄ってしまってる。
っていうことがある。だから喧息による癖が座るときに、まあ、僕ら立つときの話よくしますけども、立つということは座る回数も同じだけありますからね。その立つときはしっかり麻痺側意識して立っても、座るときに喧息で座ってたら、一回損してます。練習を。一回練習を損してるので、このときも、座るときも、麻痺側に体重を足の裏でですね、しっかり踏ん張るんじゃなくて、あ、乗ってると。乗ってる状態のまま上半身だけ動かしていったら、おそらくまっすぐ座りやすくなりますね。はい。ありがとうございます。皆さんコメントを。まさこさんは一回座った方がいいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ちょっとね、松本さんのお話、ちょっと後でやろうと思うんですけど、コーラさんが一番初めに、実はコメントいただいてて、その話をまだしてないので、ズボンを上げるときに麻痺側の膝が痛くなります。いうことなんですね。で、立つときは OK っていうことをさっきいただいてたんですね。立ったときはいいんだけども、ズボンを上げようとしたときに、麻痺側、いい方側の膝が痛くなる。これがなぜかというところですよね。どうでしょう？皆さんも想像つきますか？ズボンを、コーラさんの方が右がいい方なので、立ったときは痛くない。けど、ズボンを、上げようと、左側が麻痺側としたら、右側のいい方の手でこうズボンを上げようとしたら、膝が痛くなる。なぜか。なぜかですね。これは、コーラ様の場合は、立つところまではうまくできてるんです。立つことに意識を向けてますから。立った後、ズボンを上げようと思うと、ズボンを上げようと思って手を多分手すりから離しますよね。手すりを離した瞬間、おそらく麻痺側が急に不安定さを感じてしまったりしてるかもしれないです。そうすると離した瞬間に喧息にパッて寄ってしまうと思うんですね。で、喧息に寄ったままズボンを上げるので、こう、喧息に乗せたままスクワットをする感じになると思う。そうするとかなり喧息に負担がかかってしまって、それで毎回痛みが出てる。っていうのが、おそらくコーラ様の今の状態ですね。なんでコーラ様の場合は、立つところまで OK ということであれば、練習としては立った後、足がちゃんとついてるかなっていうのを意識しながら、とりあえず手を離すだけやってみましょう。この時に手を離した瞬間に喧息側にスーって寄ってきてたらこれ失敗ですね。麻痺側の足の裏がしっかりついてる感触を確認できてないですよね。ここで離すだけ。離しても手すりを持ってる時と同じぐらい足がしっかりついてるなっていうチェックをするというところから練習をされる方がいいです。はい。ちょっとずつやっぱりね、急にレベルを、まあ、今のズボンを上げるとかだと、手すりを離してズボンを上げるっていう動きになると、急に支えが少なくなるのと、体のひねりが入ったりとか、膝の屈伸運動が入ったりして、急にレベルが上がります。ガーンと。実はですね。実は。これが、皆さん気づいてないんですけども、急に上がってるって気づいてないんですよね。僕たち専門、僕たちっていうかまあ、動きのコツでは、もうその動きはかなりレベルが一気に上がってます。じゃあその痛みが出る手前だったりとか、バランスが崩れてるところが、その一連の動作の、ちょっとした動作ですけども、いつ崩れるかですよね。
そこを直していけば、ズボンの上げ下げだけでなく、他のところでも応用できてきます。なので、ズボンの上げ下げが難しいからズボンの上げ下げの練習をする。右に いい方向に傾いて歩いてるから、なんとかまっすぐして歩く練習をする。だと、現象に対して直接アプローチをしてるんですよね。そうなってる原因が何か絶対あるはずです。その原因に対してアプローチすることで、結果動きが変わる。ですよね。まあ、僕も以前やってましたけども、やっぱりできない動作を反復してなんとかできるように、だと、やっぱりいつまで経ってもできないし、前に進んでいかないんですよね。できない動作の原因は、どこにあって、それはなぜ起こってて、なんで一人じゃできないのか。僕たちがサポートしたりとか解除したらできる。それはまあ、もちろんそうなんですね。もちろんそうなんです。セラピストが横にいて解除してもらったらできる。それはまあ当たり前なんですけども、これが帰った時に、家に帰った時に一人でできるようにならないといけないので、僕たちがあまり触ったりとかしてしまうと、家でやり方がわからなくなってしまうので、原因がここで、これを原因を見つけて、原因に対して自分でどうやって対処するかっていう方法を、原因が分かって、その原因に対する方法を僕たちがお伝えしていけば、家でもうまくできるようになってくるので、難しい動作を何回もやるっていうのは、良くなりませんので、はい、しんどいだけですからね。もし、そういうところで悩んでる方がいらっしゃったら、お電話いただければ、次の自分は何をすればいいのかとか、っていうところはお伝えできますので、なんかこう、しんどい練習で何回も練習させられるんだけど、とか、やってもやってもなんか、全然変わってないなっていう方は、まあお電話いただくか、LINE 登録をいただいて、LINE で動画を送っていただいたりすれば、まあ、詳しいところは見れます。はい。ですね。あ、亀さん、昨日も来ていただきましたね、ライブに。足裏を意識することは足の裏の感覚を養った方がいいということですか？そうです。足の裏の感覚を養うことがいいんですけども、方法が、この方法だとちょっとうまくいかない可能性があります。はい。なぜかというと、まあ確かにゴルフボールとかゴロゴロすると感覚すごく入るんですけども、生活に使う感覚とはまたちょっと違うじゃないですか。立つときにあんなゴロゴロした感じっていうのはないですし、特に麻痺のある方とか感覚障害がある方っていうのは、こう、急に刺激が強いのが来てしまうと、余計に変な反応が出てしまうこともあるんです。なので、あまりこう無理にゴロゴロとかゴリゴリはしない方がいいです。じゃあどうやって足の裏の感覚を養うかというと、江戸子トミーさん、ちょっとヒントくれてますね。足の裏に滑り止めついた靴下を履くことで随分足裏を感じるようになりましたと。そう。これは足の裏に体重が乗るかどうかです。乗ってきてる感じがあるかどうかっていうところが大事になってきます。なので、ゴルフボールとかでこうグリグリっていうのはやめといた方がいいです。で、できるだけやっぱりご自身でやって感覚を感じる。自ら感覚を感じるっていうことを、まあ、意識してもらったりとか、いうことが大事なんですけども、一番やりやすいのが、座っていただいて、よく僕たちもライブで言いますけども、座ったままゆっくりお辞儀をする。そうすると、もし、神様見ていただいてて、ちょっとチャレンジされるんであれば、座ってる状態から、この、いい方側に傾かずにですね、
まっすぐお辞儀をしていくと、足の裏、座ってる時よりもぐーっと体重が少し乗ってきますよね。その感覚を養っていく方がいいです。無理にゴリゴリとかじゃなくて、このまま座ってる時はペタッとついてますけども、体真ん中でぐーっとゆっくりお辞儀していくと、足の裏に体重がぐーっとね、乗ってくるので少しついてる感じが強くなるんですね。そこをですね、捉えるようにしていただくといいです。なぜそれがいいかというと、そこから立つっていう動きにつながっていくわけですよね。立つ。じゃあ立つ時にも、麻痺側の足に体重を乗せながら立てる。じゃあ立った後も足の裏に体重が乗ってる。じゃあ立ってる時のバランスもいい。じゃあ歩くってなった時に歩いた時のバランスもいいっていうつながりが出てくるので、もしできるのであれば、今のようにお辞儀をしてですね、体重がぐーっと乗ってきてるかどうかっていうチェックをしていただくといいと思います。はい。どうでしょう、亀さん、今の説明で大丈夫ですか？コメントいただければ、今ので分かったとか、やり方が分からないとか、ありますかね？どうでしょう？あれば、まあコメントいただければと思いますし、ちょっとなんかよく分からないし、詳しく聞きたいなっていうことであれば、お電話いただくか、さっき送りましたけども、この LINE に登録いただいて、立ち座りの動画を送っていただくとか、こういうことで悩んでるっていうコメントをいただければ、個別に、させていただくので、はい。わかりやすい説明、あ、よかったです。ただ、ちょっとね、やり方が難しかったりとか、本当微妙な感覚の変化なので、ちょっと捉えにくかったりもすることもあります。あ、ポギーさん、こんにちは。久しぶりですね、ポギーさん。よろしくお願いします。こんにちはですね。はい。千葉さんはわざと靴の中に小石を入れて不快感からの感覚リハビリをしている時期がある。なるほど。これは千葉さんだからできるぐらい、結構難しそうなリハビリですけどね。あんまり痛かったらね、やっぱり避けてしまうので。それをこう、ちゃんと石だと確認できてゆっくり乗せれるんであれば OK だと思います。痛っと思って逃げちゃうと余計悪くなっちゃうんで。はい。はい、ここまで皆さん大丈夫ですか？今日のテーマは、もう一回説明しておきましょうか。今日のテーマは、今日のテーマは、歩くと、歩くと、良い方の膝が痛いっていうテーマなんですね。で、まあ今までのお話で、まあ、結局歩く前の立ち座りから皆さんちょっと痛かったりとか、良い方側の足に立ち座りの時点で負担がかかってるっていうお話だったので、歩く前から出てますから、立ち座りからしっかりやらないといけないと。で、今日のお話の中では立つときはいいけども、座るときに膝が痛いってことが多いんですね。なぜかというと、立つときは、麻痺側の足に体重を乗せながら立たないとっていうのを意識して立つことが多いんですけども、座るときは気が緩んで、ついつい良い方側に乗ってしまう。そこ意識できてないんですよね。あ、もう座れると思ったら、良い方側に乗って、ストーンって座ってしまうことがあると思うので、そうなると良い方側の膝が痛くなります。で、これに気づかずにですね、ずっと続けてるとどうなるかというと、立ってるときはいいけど、立ち上がりはいいけども、座ってるときに膝が痛い。良い方側に傾いてる。じゃあ座ったときも、おそらく良い方側に傾いてる。じゃあ次立ったときも良い方側に傾いてる。じゃあずっと良い方側が負担がかかってくるわけですね。で、良い方側に負担がかかり続けると、やっぱり膝が痛くなったりするので、膝が痛くなると、今度は麻痺側の足が頼りないので、歩きにくくなってくる。
という悪循環がどん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 起こってくるので、今日本当あのいい方側の膝に違和感がある方は今のうちに変えと違和感がないようにしていった方がいいです。いつか治るはいつかはいつになるか分かんないですからね。あとまあね、ぬくめたらいいとかちょっとストレッチしたらいいっていうのはあるんですけども、やった時はいいけどもまた結局動いたらとか翌日になったらまた痛いっていうことであれば、あの堂々巡りになってしまうので、やり方を変えていく必要があります。立ち方だったり歩き方、痛くない正しい立ち方、正しい歩き方を学んでいけば膝の痛みっていうのは減らせていけます。はい、っていうのが今日の大きな流れですね。これ皆さん、あの、今週の予定なのでまた見といていただいて、あの、今見てる方、後でね、動画見ていただいてもわかると思うんですけども、こういう予定になってます。はい。空いてるところはちょっとね、あの、空きのスタッフがいなくてちょっと開催できないですね。金曜日と日曜日の午後、はちょっとできないですね。で、来週の予定ももうある程度立ってます。で、お日にちと時間と話すスタッフも決まってます。ただ、テーマが決まってないので、もし今見ていただいている方で、この時間だったら見れるっていうのがあれば、この何曜日、何日の何時からのライブは、これしてほしいっていうコメントいただければ、あの、そのライブをできるだけするようにしていくので、あの、ぜひ皆さん、この予定を見て、この時間のこれはこのテーマでやってほしいっていうのをコメントいただければ、あの、それするようにしていきます。はい、はい。ああ、まさか刺激が強いと緊張してそうですね。あの、ギュッていきなり来たりすると緊張しちゃいますから、あまり強い刺激からやらない方がいいと思います。ポギーさん、昨日のリハビリは麻痺眼帯症のせいのリハビリ。まあ、今日のテーマですよね。いかに麻痺眼に体重を乗せたらいいかっていうところですね。はい。ではですね、ちょっと松本さんのご質問があったので、ちょっと遅くなりましたけども、松本さん、座るたびに麻痺側の硬い三頭筋が痛むと。これちょっとあの、いい方側の膝がっていう話ではないんですけども、ちょっと座る話をしていたので、ちょっとその話に絡めてですね。で、松本さん、もし見ておられたら、今コメントいただいたらありがたいんですけども、座るときに、なんかどういうこと気をつけてるとかありますか？座るとき。座るたびに麻痺側の硬い三頭筋というのは、ふくらはぎですね。ふくらはぎの筋肉が痛むということなんですけども、座るときに何かこう、意識していること、ありますか？その意識の向け方が間違えてたりとか、意識しているところが間違えている可能性があるので、ぜひ、あの、どういうところを気をつけてやっているかを教えていただければと思います。どうですか？どうでしょう？どうでしょうか。ありがとうございます。ドスンと座らないようにしています。そこを気をつけているということですね。よし。そしたらですね、多分ドスンと座らないようにするためにはどうするかです。で、今日、まあ、何回かお話ししましたけども、ドスンと座らないようにするためには、この付け根から曲げて座るっていうのが大事。
ていうことが一つと、おそらく松本様の場合は、松本様座るときに、足の位置ってどうしてますか？足の位置は揃えて座ってますかね？揃えて座っていただいてますか？座るとき。どうでしょう？そこをちょっと教えていただければと思います。座るときに足の位置を揃えているのか、それともこうずらしているのかとかありますか？どうでしょうか？ここももしかしたら他の方でもですね、共通してる部分がありそうなので、皆さん参考にいただいたらいいと思うんですけども、どうでしょう、足の位置は揃えておられますか、それとも揃えてないのか、いかがでしょうか。あ、揃えていますと。ありがとうございます。座るときに足を揃えているんですね。はい。松本様は、いつも LINE でご相談いただいてて、動画も見させていただいているので、お体の状態がある程度わかるんですけども、松本様の場合は、揃えない方がいいです。どちらかというと、麻痺側の足をちょっと前に出している方がいいと思います。理由は、立つ時もちょっとかかとが浮いたりとか、足の緊張が高いんですね、松本様の場合。で、揃えた状態でぐーって座っていくと、多分かかとが上がったりしてる可能性があるんです。そうすると、このふくらはぎ、硬い三頭筋のところにぐーっと力が入ってしまって、それで座るときに痛みが出てる可能性があるので、ちょっとだけ前に出して、しっかり足首がぐっと曲がりすぎないように、少し前に出した状態で、つま先とかかとがついてるのをチェックしながら、ゆっくり座ると、おそらく硬い三頭筋の痛み、ふくらはぎの痛みっていうのは減る可能性があります。他の方でも、例えば足首が硬い方は、ちょっとだけ前に出して、ゆっくり座る方がいいです。これが、麻痺の足を揃える感じでいくと、足首が硬くて、つま先、かかとがどうしてもちょっと浮き気味になってしまうと体重が乗せにくいんですね。そうするとどうしても腱側に寄ってしまって座ります。ですので、足をちょっと前に出して、足の裏しっかりついてるのをチェックしながらゆっくり、かかともつま先側も両方ついてるのを確認しながら座るということが大事ですね。はい。そうこうしているうちにもう1時間ぐらい経ちましたけども、皆さん、ご質問は大丈夫ですか？はい。今日のまとめを、お伝えしますと、大事なのは、今日のテーマは歩くといい方の膝が痛いですけども、今日皆さんのコメントから見ると、立ち座りの時から、もう膝が違和感があったりとか、痛いですよね。じゃあ、立ち座りの時点で痛かったり違和感があったら、もちろん、立ってる姿勢も悪くなってしまうし、その後の歩くってなっても、いい方側に全部傾いてしまうんですね。そうすると、膝は絶対負担がかかってきて、痛みが出てきます。で、痛みが出てきたらどうなるかというと、麻痺側に頼らないといけないんですけども、麻痺側も不安定だったら、歩くことが難しくなってくるんですよね。歩くことが難しくなってくる。だから、この痛いのを、放っておかない、違和感があるのを放っておかない。今のうちに変えていかないと、気がついた時には、すごいバランスが崩れていることがあります。で、皆さん、歩くときの前に、立ち座りの時からもう違和感があるので、立つ時にもちゃんと麻痺側の方に体重が乗ってるかをチェックしてから立つ。これは皆さんね、結構やられてていいんですけども、座る時ですよね。椅子に近づいてきて座る時に、ついついこうやって、いい方側、
に傾いてドーンとかね、こう座ってしまう。そうすると、立つ運動と座る運動って、まあ、毎回あるわけですから、座るたびに、腱側の方に負担がかかってしまう。ですので、座る前もですね、一度しっかり立って、前側の足に体重がかかってる、安定してるなと思いながら、ゆっくり座っていただくようにしてください。座る運動の方が足にかかる負担は大きいので、どんどん膝を痛めます。そのままやり続けると。はい。座るときにしっかり腱側の方に体重を感じてから座る。ということをやっていただければと思います。で、やってみてあんまり変わらないなっていう方は、ぜひご連絡ください。変わらないまま置いといたらダメです。変わらないまま置いてたらいつか膝がボロボロになったりとか、今は立ち上がり気になるわっていうことがあるんですけども、多分もう歩きとかもだんだん崩れてきますから。はい。で、なんとなく痛くないからいいわーでいくといつか痛くなります。ちょっと違和感がある段階で変えていく方が変えやすいですから、お体。ですので、もし変え方がわからなくて悩んでるとか、やり方がわからなくて、今ちょっとこう、足止め状態。まあ、足止めだけども、まあ、1、2ヶ月、3ヶ月、これを続けてたら良くなるかな、は、多分なかなか良くならないです。やっぱりリハビリ、というか正しい動き方の練習をして、やった後で変化がある。変化があるから、毎回やれば、正しい動き方を覚えるわけですよね。変化がなくて、やったけど痛いなと思いながら、ずっとやってると痛いのはずっと続きます。はい。ですので、本当に、ちゃんとやればですね、すぐに変化出ますから。はい。僕たちの動画見たりとかしていただいて、ちゃんとできれば、多分すぐに変化は出るはずです。もしそれで変化が出ない方は、問題点がちょっと違うか、もしくはやり方が細かいところで間違えてるかですね。で、動画を送っていただいたりとかしてチェックすると、皆さんこれでどうですかっていただくんですけども、僕たちからすると結構やっぱりやり方間違えてたりとか、使い方間違えてる状態でやってますので、ぜひご相談ください。楽になってなかったらうまくできてませんから。はい。はい。ことみさん。はい。ゆっくりやってください。観測に体重を感じながら座るように。はい。ゆっくりやってください。お願いします。で、最後に、いつも、ご案内で皆さんにご協力をお願いしているものがありまして、まあ、今、広島サンドボックスっていう、こう、僕たちがタブレットを作ろうと。いうプロジェクトをしてまして、そのタブレットを、まあ、すごく使いやすいタブレットで、まあ、押せばリハビリ動画が、自分に合ったリハビリ動画を選んでくれて、それが見れるっていうタブレットを、今開発中なんですけども、開発するのにやっぱり費用とかもいろいろかかるんですけども、この、今、このプロジェクトに応募しててですね、これに審査に通れば、サポートしてくれると。僕たちのこのタブレットを作るっていうことをサポートしてくれるんですね。で、その今、一次審査が通って、今二次審査なんですけども、二次審査は、この動画を2分間あるんですけど、しっかり見ていただいて、この下にあるいいねボタンとか応援したいとか、斬新っていうボタンを押していただければ、投票した、このプロジェクトは良さそうだと。いう投票になります。ですので、皆さんまだされてない方はぜひご協力いただいて、遠方の方ですよね。YouTube とか見れない方に、こういうのが配れたらですね、リハビリがもっと受けれるかなと思っています。
ですので、ぜひ、まだ押されてない、見てない方は、見ていただいて、賛同できるということであれば、ぜひ、ご協力いただけたらなと思っております。はい。ではですね、今日はこの辺で終わろうと思います。ですので、本当に困っておられる方は、もうぜひご連絡くださいね。変わってないなというのを、痛いなと思いながらずっと続けてても、痛いのも取れないですからね。どんどん痛みが強くなることが多いですから。はい。では、ぜひこの後、お昼なんで電話いただいたら出れますから、はい、ぜひお電話いただければと思います。はい。じゃあまた5時半から私がもう一回ライブありますので、また見ていただければと思います。では失礼いたします。